何もかも終わらせてやる。派手にぶちかませ。 私は様々な声を。その間同情も恐怖も憎悪した。私は知っている。私は汚れている。私は間違っている。私は呪われている。あいつはそんな私を受け入れ許してくれた。あいつのために、この狂った世界で過ごす時間がまだ少しでもあるのなら、奴の刃になって死んでやる。
ヨナ。一緒に帰ろう。妹についていた魔物は消えた。カイネ、ヨナを頼む。お前の悲しみが分かるからって、そんな都合のいいことは言わない。仲間と妹を守るだけだ。彼女たちを危険にさらす者がいれば倒すだけだ。来い、魔王。大丈夫か？心配無用と言いたいとこだがな。シロ、どこかのバカ者に乗せられて無茶をしすぎたようだ。
戦う骨董品は世の中にそうあるまい。シロ、ごめん、ごめん、俺。おい、真に受けるな。冗談だ。だって。さあ、突っ立ってないでそこをどけ。我には最後の退任があるのだ。何する気だ？あやつの動きを止める。そしてその後は、お前に任せた。この先はお前一人の戦いだ。しっかり頑張るのだぞ。いやだ、いやだ、俺はまだ素人。まったく、我はお前のそういう単純なところが好きであった。楽しかったな。お前といると本当に楽しかった。しかしここでお別れだ。シロ。そうそう、一つ言い忘れておった。何？シロというな、本当は結構気に入っていたのだぞ。シロ、知ってた。生意気なやつめ。守るものがある。生きる意味があるんだ。魔王、お前は兄ちゃんはもう食べたからいらないよ。お兄ちゃん、昨日もそう言ってた。本当は一回も食べてないのに。はい、ちゃんと半分こだよ。ありがとう。一緒にいてくれてありがとう。
飛ばされちゃったみたいですね。でもさすがお姉さんの体、死んでも死なない頑丈さです。よいしょ。ちょっと動きにくいですね、頭だけというのは。皆さんどこにいるんだろう。早く会いたいです。みんなと会う前に身だしなみを整えないといけませんね。いや、
身だしなみ以前に体をなんとかしなきゃ。カイネさんとシロさん、喧嘩してないといいな。あの二人は僕がいないと本当にダメなんだから。